ん？アルフィーにマフェット？揃って珍しいな。何をしているんだ？アンダインにモンスターキッド君。あのね、地上ではちょうど今ぐらいになると芸術の秋といって、音楽、舞台、美術と様々な芸術を楽しむ文化があるらしいのよ。それを聞いて、私は音楽と舞台は経験したことがあるけど、絵を本気で描いたことはないなって思ってね。以前コミックマーケットで絵を描いていたアルフィー博士に絵についていろいろ教わろうとしているのよ。せっかくなら私も芸術の秋っていうのを楽しみたいから、この大きな画用紙に超大作を描いてやろうってわけ。あー、でっけー。すげー、アズゴアが100人乗っても大丈夫そうな大きさだな。なあなあ二人とも、私もこの大きな紙に絵を描いてみたいぞ。俺も俺も。そうね、大人数の方が楽しそうだし、みんなでやりましょう。いいわよね、マフェット。もちろんよ。それじゃあ、芸術の秋、スタート。ここで大丈夫よね。バッチリオッケーよ。あ、クモちゃんたち、その色はもう少し右にね。この調子なら今日中には完成しそうね。この特大スパイダードーナツ宣伝ポスターが、お化け屋敷やダンスコンサートもいいけど、やっぱりこういう誰の目も引くようなおっきな広告が一番原始的で効率がいいのよね。マフェット、ここは終わったぞ。次はどこをやればいいんだ？次はあっちを思いっきり塗りつぶしちゃってちょうだい。わかった、やるぞ。みんなを利用してるようで申し訳ないけど、これも戦略。たくさん売れたらお礼をすればいいものね。紫の絵の具、なくなっちゃったぞ。あら、一番使ってるものね。どうしましょう。それだったら、今からメタトンにお願いして持ってきてもらうわよ。助かるわ。お願いしてもいいかしら。ええ、もちろん。少し電話してくるわね。それじゃあ私たちは、紫の絵の具を使わない部分を進めていきましょう。わかった。はい。足ベタベタだけど楽しい。うわあ、これだけ大きいとやっぱり疲れるわね。チース、ボスの代理でご注文の絵の具を届けに来ました。あら、お疲れ様。人のこと言えないけど、メタトゥーもモンスター使いが荒いわね。どうしました？お願いしたのは紫の絵の具よ。これは黒い絵の具だわ。すいません、すぐに取り替えてきます。本当にすいません。だからボスには。そんなに焦らなくていいわよ、時間はまだいっぱいあるから。うわあ、何してんだバーガーパンツ。すいません、本当に申し訳ありません。許してください。あんたに落ち着いて。バーガーパンツさんだって悪気があってしたわけじゃないんだから。でも、いいのよ、慣れないことをしたら失敗はつきもの。それにきっとバチが当たったんだわ。バチ？ええ、芸術の秋を楽しみたいって言いながら、本当はアルフィー博士たちを利用してスパイダードーナツの宣伝用ポスターを描かせようとしてたの。そんなことをしたから絵が。そんなの
絵を描くきっかけだろ。私だってただ面白そうだったから描いただけだ。俺もアンダインがやるって言うから描いただけだぞ。いいのよ、慰めなくて。宣伝の絵は一人で普通の紙に描くわ。ごめんなさい、マフェット。どうしよう。お前どうするつもりなんだ。わかんねえよ。バーガーパンツさん、どうにかしたいなら少し手伝ってくれる？え？絵を元に戻すことはできないけど、ここからマフェットを元気づける、そんな絵を描きましょう。いいなそれ、俺賛成。さすがアルフィーだ。私も手伝うぞ。バーガーパンツもやるよな。はい、誠心誠意務めさせていただきます。4人には申し訳ないことをしちゃったわ。私のせいでもあるとはいえ、謝りに行こうかしら。マフェット！モンスターキッド君、マフェット、ついてきて。え、どうして？いいからいいから。マフェット連れてきたぞ。ありがとう。よかったわ、マフェット。まだ近くにいてくれたのね。アルフィ博士、私。マフェット、ここ、登ってみて。これは、私のクモの巣？ええ。見てほしいものがあるの。見てほしいものって。すごい！私に、アルフィ博士に。アンダインにモンスターキッド君、バーガーパンツ君もいるわ。元の絵を生かしつつ、みんなでウォーターフェドを散歩しているイメージで描き直してみたの。どう？ちょっと失敗したって、上から色を重ねればもう一度素敵なものが出来上がるのよ。絵って素晴らしいでしょ？ええ、素晴らしいわ、とっても。マフェット、今回は私たちだけで描いちゃったけど、次はまたみんなで描こう。俺もマフェットとお絵描きもっとしたいぞ。よければ俺も手伝わせていただきますんで。そうね、またみんなでチャレンジしましょう。もちろん秋のうちにね。やったー！よかった。それにしてもこの絵本当に素晴らしいわ。ただ置いておくのももったいないし、よければ私のお店に飾らせてくれないかしら。ええ、もちろんいいわよ。お店に飾られるのか？すっげー！頑張った甲斐があったな。じゃあ一回乾かさないとっすね。研究所の前だし、少し場所を移さないと。四隅持ってもらってもいいですか？わかった。クモちゃんたちも手伝ってね。せーの。あ、そうか、まだ乾いてないからちょっとでも傾けると。バーガーパンツ、ストップ。え、なんかいました？ロヒは絵が、絵が、落ち着け。加えたまま暴れるとさらに破けるぞ。ちょ、絵の具が顔につく。せっかくの絵がめちゃくちゃになっちゃって。芸術は爆発。